お忙しい中、日本共産党より山添拓参議院議員と岩渕友参議院議員にお越しいただいております。お二人にご挨拶をいただきます。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。紹介を受けました日本共産党参議院議員の山添拓です。岩渕友さんとともにご参加させていただいております。日本共産党を代表して集会にご参加の皆さんに、そして全国で原発ゼロを訴える皆さんに心から連帯のご挨拶をしたいと思います。国と東京電力を相手に福島原発事故の被害の救済を求めて戦う方が全国に大勢おられます。その中で全国4000人の原告が戦っている生業訴訟、私も議員になる前弁護士時代に関わっておりました。その原告のお一人、福谷恵子さんは今も帰還困難区域とされている福島県の富岡町、原発福島原発から約7キロのところにお住まいでした。この8年間今まで経験したことのない孤独を味わった。心も体もズタズタ、こうおっしゃいます。孤独感に襲われて読んだという詩の中でこう綴っておられます。あの日の私を返してください。毎日を笑って暮らしていたあの頃の私を返してください。原発が憎い、すべてを奪った原発が憎い、あの日の私を返してください。先が見えない不安を抱えて不自由な避難生活を送るという方が福島の県内外で今も4万人を超えます。これほどまでの被害をもたらす事故がかつてあったでしょうか。安倍政権はその途方もない被害の実態に、あるいはその事実に目を向けようといたしません。避難指示を解除し、賠償と住宅の無償提供を打ち切り、元のところへ帰れと言います。しかし子育て世代が戻らず、コミュニティが壊され、何より放射能汚染の不安がある。帰る帰れないの判断をどうして政治が押し付けることが許されるでしょうか。先日横浜地裁は福島から神奈川に避難した方々による裁判で国と東電の責任を認める判決を下しました。集団訴訟で国の責任が断罪されたのは5件目となり、流れははっきりしています。ところが国はあの事故は想定外だった、いまだに責任逃れを続け、世界一安全だと嘘吹き、国内で再稼働を強行しています。イギリス、トルコ、ベトナム、総破綻した海外輸出にしがみつくといいます。安倍首相は原発ゼロは責任あるエネルギー政策ではない、こう言います。福島事故の原因究明、収束、廃炉、廃棄物の処理、見通しがない中で各地で再稼働を進めることこそ無責任極まりないではありませんか。福島の事故とその被害を経験したからこそ、どんな世論調査でも原発再稼働に反対が多数を占めます。宮城県では女川原発2号機の再稼働の是非をめぐって住民投票条例を求める署名が必要な数の3倍近くも集まって、来週県議会では43年ぶりの連合審査会を開いて審議をするといいます。世論を無視した再稼働のご利用しは全国どこでも許されません。代替原発はもはや経済的に
成り立ちません。福島事故以来、安全対策費が高騰しています。日立製作所はイギリスでの原発建設計画を経済合理性の観点から凍結すると発表しました。日本でも老朽化をした東海第二原発、安全対策が従来の2倍近い3000億円に達したといいます。事故の対応費用、停止中の原発の維持費、廃炉と最終処分、すべてを考慮すれば原発は決して安い電源ではありません。おまけにこの間、原発は電力の安定供給という点でも課題が残る、そのことが明らかになっています。昨年9月の北海道胆振東部地震では全道停電、ブラックアウトに見舞われました。電力需要の半分を苫東厚真火力発電所の3基の石炭火力発電に依存をし、集中配置を前提にした送電網の下で3基ともが停止をした、このことが原因です。もし北海道で泊原発に依存をしていれば、もし泊原発が大地震に見舞われれば、停電と原子力災害で深刻な事態をもたらしたことは言うまでもありません。皆さん、原発にしがみつく勢力がかろうじてよりどころとして主張をしてきた原発のメリット、コストでも安定供給でも成り立たなくなっています。もう待ったなしであります。直ちに原発ゼロ、その政治決断に踏み出すべき時ではないでしょうか。政府が昨年策定した第5次エネルギー基本計画でも、2030年原子力20%から22%、30基以上の原発を動かすといいます。そして原発に発電をさせ送電させるために、世界では爆発的に導入の進んでいる再生可能エネルギーは頭打ちの状況になります。野党が昨年提出をした原発ゼロ基本法、動いている原発は直ちに停止をし再稼働を一切認めない、この立場に立ってこそ再エネの抜本的な拡大にも進むことができます。あの福島事故を経験した日本だからこそ、エネルギー大転換の日本へ進むべきではないか、私たちもそのために全力を挙げる決意です。どうか皆さん、ご一緒に粘り強く幅広く戦いに行こうではありませんか。